それではこの表題の論文を紹介させていただきます。概要です。この論文ではアメリカの、で起きた災害に関するツイートを、収集して、それをこう対策に生かそうっていう論文です。で、大体に言うと、その災害時やその前後の期間につぶやかれた、大量のツイートの中から、災害に関連するツイートを、特定するということと、さらにその関連するツイートの中で、細かい6つのカテゴリー分類を行う、分類器を、構築しました。で、その分類器を構築する際には、さまざまな特徴量を、付与してみて、どのような特徴量が効果的であるかを検証しました。はい。で、この論文では、そのアメリカで2012年に発生した大規模なハリケーンで、この時に大きな被害を受けたんですけど、ソーシャルメディア、ツイッター上では、この被害に関するつぶやきが大量に、つぶやかれました。で、例えば、ハリケーンの前のつぶやきだったら、その対策とか、あと災害被災中だったら、その人々が取った行動で、その後だったら被害状況や、避難状況などが、ツイッター上につぶやかれて、このような情報は、災害時だったら救助や危機管理などの適切な行動につなげることができたり、災害後では、このような行動分析に用いることで、危機管理の情報共有をするということに、使われるため、ソーシャルメディアの情報は重要になってきます。関連研究で、災害時の大量のツイートから、状況認識に貢献する情報を特定するっていう研究がありました。で、この状況認識っていうのは、被害状況や被害の範囲などの、公式的な状況を、ツイートの中から特定するっていう、ことを行っていました。それに対して、この本研究では、その状況認識の情報だけではなくて、人々の行動や意思決定、情報源など災害に関するあらゆるツイートを、抽出することを目指します。で、行ったことが2つあって、1つは、ツイートの中から災害に関連するツイートを特定することで、もう1つが、その特定したツイートからさらに、以下の6つのカテゴリーに分類することを行いました。で、6つのカテゴリーが、感情を表すもの、物理的な行動を表すもの、ハリケーンの対策の計画や、天気や周囲の環境、社会的状況の報告で、他者からの情報の共有だったり、避難や滞在の期間の行動を表す、この6つをカテゴリー分類します。で、分類に使ったデータセットは、この一番上の収集期間中につぶやかれたツイートの中から、ハリケーン上陸までに、その被災地域となる地域でツイートしたユーザーを特定して、その中から、その期間中のツイートが50回以上で、強制避難区域でつぶやかれたツイートが3件以上あるような、条件に該当するユーザーが約8000ユーザーいて、その中からランダムに100ユーザーを選びました。で、さらに英語以外でのツイートを除いて、最終的に93ユーザー7490ツイートを収集して、これをデータセットとして使用します。で、このデータセットに対して、2人のアノテーターが、各、カテゴリーにラベル付けを行いました。で、そのアノテーションの結果がこちらの表で、
その全体のツイートのうち、まあ、23.5% が災害に関係のあるツイートで、さらにそれを細かく下の6つのカテゴリーに分類した数がこちらになっています。はい、で実際の分類機を作るときには、まあ、SVM を用いてカテゴリーを分類するんですが、まあ、ベースラインとしてそのツイートのユニグラムだけの情報を使ったものがあって、で、そのユニグラムだけの情報に加えて、まあ、次の10個の特徴量を付与します。で、まあ、これが挙げられている通りなんですが、はい、で、まあ、その特徴の最後の2つに、まあ、バードエンベディングと、あ、まあ、これはその別の大量のツイートから、学習させたものを使って、で、最後のウェルマフィーチャーっていうのが先行研究で挙げられてた、状況認識の分類において指標になる、ラベルというのをこの研究でも、この特徴量として追加したらどうなるかということで、用いました。で、こちらの結果がその分類の結果なんですけど、そのベースラインとしてユニグラムだけを用いた結果、分類結果に対して、それぞれの特徴量を追加した時の、F 値の違いを表しています。で、まあ、ざっくり見るとその一番それぞれの分類カテゴリーでかなり顕著に F 値が高くなっているのがそのワードエンベディングで、まあ、これはワードエンベディングの特徴量がその分類の、まあ、精度を上げているっていうことを表してて、でこの論文では他にも時間の情報とコンテキスト、そのツイートの前の2つのユニグラム情報も、まあ、効果があるっていうふうに述べていました。逆に他の、特徴量は、まあ、効果がなかったっていうことを述べていました。次にカテゴリー分類の精度の結果がこちらになります。ベースラインがユニグラムだけを用いた結果で、オールフィーチャーズが、先ほどの特徴を全部使った分類機で、ベストフィーチャーズが、先ほどの結果からそのカテゴリーごとでその特に効果があった特徴のみを使った時の結果です。で、このベストフィーチャーズを用いた時に、まあ、最初の実験その災害に関連するツイートを分類するタスクにおいては、まあ、高い精度で分類ができているというふうに述べてて、でさらに細かい6つのカテゴリー分類だと、まあ、一番レポーティングが値が高くなっていて、まあそのなんで高いかっていうと、まあ、天候や環境に関連する、まあ、ウィンドウやツリーズなどの単語が、まあ、パターン化して含まれていたため、まあ、分類がしやすかったっていうふうに述べていました。で精度も悪かった、まあ、ムーブメントとプリパレーションアクションは、まあ、ムーブメントはそのデータがかなり不足していて、精度が出なかったっていうのと、プリパレーションとアクションはその
使われる語彙の幅がすごく広いため、これもデータが足りなくて性能が出なかったっていうふうな結果でした。はい、はい、まとめです。災害に関するツイートを分類する分類器を作って、高い精度で特定することができました。従来手法より災害に関連するあらゆるツイートを網羅して特定しました。ですが、その細かいカテゴリー分類は難しくて、カテゴリーごとに適切な特徴量やアノテートされたデータの追加が必要ということを述べていました。以上です。